はい、どうも、ジュウです。バリオ&ソニック、あと、ロンドンオリンピック、B 版パート3やっていきましょう。さあ、今回もロンドンフェスタ進めていきたいと思います。さあ、前回は、マリオで16マスで、クリアはできたということで、今回もまた新しいもんやっていくんですが、その前にまたメールが来てますね。弾丸スマッシュ。はい、卓球です。スペシャルスマッシュを打ってみるちゃおう。スペシャルスマッシュはむやみに打たないで相手の隙を狙って打つのがこっちゃお。なるほど、これは卓球が来たらこれはちょっと発動していきたいですね。ということでじゃあ早速いきましょうか。ロンドンフェスタもね、完全クリアさせるためにあの全てのイベントをこなさないといけません。ということで頑張っていきましょう。じゃあ今回どうしようかな。まあ2回目ということで、まあソニックでいきましょうかね。はい、でコンピューターの強さ、弱いだったかな。でもな、普通でもちょっとという感じでしたけれども、ちょっと弱いか普通かは忘れてしまいましたけれども、で前回16マスで、まあ、あんまりね物足りはしなかったので、じゃあ今度は32マスをやっていきましょう。はい、32マス、まあシール帳2枚ですね。より早く完成させた人の勝ちになります。ということで頑張っていきましょう。もうこれ完全クリアさせるためにはもう何度も何度も繰り返し遊ぶのが前提となっていますので、なんとか頑張っていきましょう。さあ来ましたよ。皆さんお待たせしました、第2回ロンドンフェスタの開幕です。そう、これ第1回第2回とこれどんどんね回数が増えていきますよ。はい、今回の参加は1P ソニックさん、2P シャドウさん、3P ピーチ姫、4P ヨッシーさん。はい、もうルール説明はいいですよ。はい、ということで今回のシール帳は、あ、1枚に 3つ書かれてるね。よし、じゃあ早速いきましょうか。早速歩いてるのはヘイホーですね。はい、よし、行くぜ。とりあえずまずはアイテム拾って、これアイテム、これ誰が先にこれたどり着けるのかというのもね、これ大事っちゃ大事ではあるんですけども、はい、じゃあ早速ボーナスゲーム、これはヒーロークイズ、クイズ系か、何ですかこれは。僕ってマリオとソニックのことですごく詳しいんだよね、マリオ&ソニック博士なんだよね。いや自分で言うな、うるさじゃないよ、本当だぞ。僕は北京へバックもバンクーバー杯も応援に行ったんだからな。そう、これ3作品見たからね、マリスシリーズ。じゃあどっちがマリオのスイッチに詳しいか発見させてやるぞ、僕のクイズで勝負だ。なんなんだよこれ、これ2択か4択になるかは完全にあの最初の部分が分かるんだよ。はい、十字ボタンね。はい、ちょっとみんなを答えてみてください。何これ、ソニックわかんねえ、家かでも、はいかな、ちょっとわかんない、はいか、わからんわからん、マリオだったらわかるかもしんないのに、8マリオね、8を取るっていうのは間違いで8キノコを取ればいいよね。うん、だこれスーパーマリオギャラクシーだから、ギリギリで答えるね、みんな。オッケー。ハチキノコはハチみたいに茶色と黄色のしましまのキノコだよ。分かってますよ、これは。だってスーパーマリオギャラクシーやったことがあるから、しっぽマリオのしましまじゃなくて、え？なんだっけ？茶色と黒のしましま？待って、これハイか？ハイか！間違えた、普通に。まあ待って、普通に負けたんだが？え、俺、うわ、なんとなく分かりやすいんだけどな。完全に知識不足。ちょっと勉強が足りないんじゃないの？それと僕がすごすぎるのかな。もっとマリオ&スイッチのこといろいろ覚えてほしいな。いろんなやつに話しかけてみなよ。うわ、なんかちょっと煽られたような気分ではあるんですけれども。まあ、とりあえずシールは1枚だけもらえはしたんで。はい、じゃあ気を取り直していきましょう。次は今度は10ゲーム、
10ゲームがそこにいるね。フリータイム。待って、あ、なんかアイテム取られた。あれ、ここどうだ。はい、待って、ヨッシーも話しかけそうじゃないか。ハイウェイでカウント勝負なんですか、これは。ふう、私ロンドンフェスの入場者数をカウントする係を命じられて今練習しているところなんです。いつも雲の上から小さいものを見ていて、こういうことには慣れていると思っていましたが、なかなか大変です。ないしろ数が多いのにたまに近づきが違うものも巻き込みますからね。皆さんご一緒にいかがですか。なんですかこれ、なんだろう、これマリオパーティーにあるカウントクリボーみたいな。あー、これだ、やっぱりカウントゲーだ。2でカウントアップ、1でカウントダウン。あ、カウントし直しは一応できるみたいだ。なんだこの敵は。12秒流れてくるんだな。やばい、何だ、わからん。17?16 か。あー、16か。あー、ちょっと今のは数え間違えたね。今度はプクプク。マリオだね。8秒。なんだ ?5。6だ。いや、待って。6だったっけ、今。あぶねえ。よし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 。いいぞ。今度はこいつだ。なんなんだ、テイレスさんも紛れ込んでいる。1、2、3、4、5、6、7、8、11かな。待て、11だと思う。大丈夫大丈夫大丈夫。 OK、 よし。ということでソニックだ、もうあれでしたね、みんな浮き放しの1位でしたね。 OK、 ナイス。皆さんなかなかすごいですね。私よりずっと正確にカウントしていましたよ。私はどこから目で追うかを決めておいて、あたふたせず落ち着いてやっていきます。おお、なるほど。じゃあハテナ1つ行ってみる。はい、お、シールコピー。 OK、 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 OK。でも青だとそんなになんかいいものあんまり起こりそうにないんだよね。はい、おっと、もうそろそろ競技タイムの時間ですよ。お急ぎください。おもちゃ重いんですけど、あと30分。あれ、これもしかしてさ、これ時間切れになったらさ、これあれか、あ、競技だ。はい、始まりますね。はい、すっかり盛り上がってきましたね。今夜もロンドンフェスタをご一緒にお楽しみください。今回の競技も注目ですよ。ではスニックさん、出場する競技を選んでください。バドミントン、自転車団体追い抜き、ドリームボールレース、ドリームトランポリン。でもな、ドリームボールレースはやったことがあるんだよな。じゃあどうする。じゃあ自転車行きましょうか。なんかこれ面白そうじゃない。この競技は4人1チームでコースを走り、相手チームとタイム差を競います。加速、左右移動、 A ボタン。先頭のプレイヤーはウィーリボコを上下に振って加速します。他のプレイヤーは先頭キャラクターを後ろに隠れてスタミナを回復します。交代するときは先頭から順番にコマンドを入力しています。ラスト1周で A ボタンを押すと先頭プレイヤーがいなくなって、残りの3人でラストスパート、3人がゴールしたら終了、レース終了です。なるほどね。よし、じゃあ頑張っていきましょうか。はい、頑張りますよ。ソニック、メタルソニック、デイジー、エビ。あ、これ一応1位とかもそろそろできるのか。はい、まあこれでいきましょうか。チームソニック VS チームピーチ。相手はピーチか。リーダー。音速で決めるぜ。じゃあソニックかベタルソニックを操作するつもりでやっていきます。よし。まあわかるよねこれ。まあやっていけばわかるでしょう。
行け行け、戦闘は右ボコを振れ。大丈夫かこれ。行け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 、はい行け、いいよ。待って、これ疑似か、あれか、いいよ。やばい、間違えた。くそ、まずいな、この状況。いけいけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。今4周目、2-2、 OK、 パーフェクト。やばいな、なるべく早く加速に乗んないといけない。はい、いいよ、いい、とにかくギリモコを振る、これ大事。いけ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 、ここ、いいよ。待て、大丈夫かこれ。いけいけいけ、とにかく加速、いいよ。はい、ラストスパート、いけ、最後の最後までいけ、頑張れ。オッケー、ナイス。これ勝ったことでいいのか、これで1分20秒026。なんか勝った感極まりで、はい、チーム全員が戦闘キャラクターの後ろに並ぶとさらにスピードアップ、チーム全員ね。なるほどなるほど、まあそういうこともなんとなく頭には入れておきましょうか。はい、これで5枚ゲットしました。はい、早速貼っていきましょうか。じゃあここで1、2、3、で、わっ、シール没収。え、1枚なくなったんだけど、こんなことあるんだ、最悪。まあ、そんなこともあるんだな。はい、今度はなんだ、紫キドピオとジュゲム。ジュゲムはさっき言ったもんな。じゃあちょっと、ここにいる紫キドピオにでも話しかけに行く。待てよ、誰かに話しかけれる前に。はい、ボーナスゲーム発生。これが、ロンドンでコイン集め？何ですか、それは。ちょっとまずいことになりました。仕事中に道に迷って運んでいた大事なコインをなくしたようなんです。大英博物館に飾る大事なコインなのに、これでは見に来る人たちの期待を裏切ってしまいますね。どうやらロンドンの街のあちこちへ落としてしまったらしいですが、探し集めてもらえませんか。任せてくださいよ。いけます、これは。ハイスピードを使って街に散らばったコインを一番多く集めた人が勝ちです。まあ、いけるでしょう。30秒ね。どこ俺、あ、ここか。行け、とにかくコイン集めろ。行け行け行け、頑張れ。待てよ、頑張れ。大丈夫か、これってコインとか奪えないかな。やべえ、こっち道がなかった。頑張れ、残りあと10秒。あ、コインが落ちてる。やばい、これこれ相手を踏んだらこれ落とせるぞ。 OK、 勝ったわ。50枚ってか、オブがリーチが46枚か。 OK、 はい、 OK。 おお、皆さんたくさん集めてくれたようでありがとうございます。早速大英博物館に届けてきますね。トゲゾウとすれ違った時、カバンに穴を開けられて街中に並べるようにコインを落としてしまったようです。なんでトゲゾウとすれ違った、どうやったらトゲゾウとすれ違ったらこうなるんだ。はい、じゃあとりあえずまたハテナでも埋めますか。お、ボーナスゲットゲット。ちょっとね、ハテナのマスもね、これ計画的にね埋めていかないといけませんから。はい、ここでお、チャンスタイムが来ました。はい、ロータリーチャンスエリアゲットとは何これ。当てた枚数シールハテナ枚。あ、皆さん、突然ですが、ただいまよりロータリーチャンスの時間になります。ここまでの成績を見てみましょう。うわぁ、かなりの差がついてます。シールの枚数は大きく開きましたね。今の順位がどうなってしまうのでしょう。
これは何？逆転を狙える運試しのゲームです。2ボタンを押して回転するボードに矢を投げてください。やめ、矢が刺さったエリアを独り占めして刺さった数だけシールをもらいます。一度独り占めされたエリアは取り返せません。わあ、ちょっとこれあれだな。待って、4倍3倍2倍があるんだけどね、これ早っ。はい、4倍、4枚だね。はい、待って、これ誰か1人これ得られないじゃん。3倍、待って、せめてあと2倍しかないんだけど、チャンスは。さあ、ここで、わ、なんだ、2倍、ちょっと待って、もうこれあれじゃん、もう獲得できないじゃん。待って、せめて4倍だけは止めたくないな、これ。はい、これはなんだ、3、なんだこれ、あんま面白くねえな。わ、これ逆転が狙えるというやつなのね。わ、なんかちょっとこれはこれでおもろいな。お、ここでボーナスシールが2つ。なんだ、うわ、シール没収されたし、言うて1倍、なんだそれは。おい、俺にばっかり攻撃してくんな。アテナ変化、アテナが増えるね。わあ、現在21枚、ちょっと大変なことになってきてますね。ロータリーチャンスで順位がどうなったか早速見てみましょう。4位ヨッシーさん、3位ピーチさん、2位シャドウさん、1位ソニックさんでした。ということは、なんだなんだ、順位に変わりはないようですね。大逆転は起きませんでした。こうなるとまた次が楽しみですね。全て終わるまで結果がどうなるか誰にも分かりません。では引き続き楽しみましょう。まあそれもそうですね。よし、じゃあ早速次行きたいところでもありますが、一旦今回はこれぐらいで終わりたいと思います。現在の順位はこんな感じですね。でも1位と2位がそこまで大差がないので、まあここからまだまだいければうまくいくことでしょう。ということで、じゃあ次回この続きからまだまだ遊んでいきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、スブチャン、ツイッター、ティックトックのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。